いや、傾いてんだよな。これが正解なんだよね。ほら、この分、あなたずれてる。因为我没有把那个放好，闻到很认真在看怎么更好。完璧。よかったね。Hello, 皆さんこんにちは、るちゃんです。ルちゃんです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。今日はエプリルフールということなんですけど、はい、私たちは人を騙しません。それが嘘なんじゃないの？違う。今回の動画は本当ある一言を皆様にご報告したいと思ってこの動画をアップしました。はい、では今日はみんなに報告したいことは。私たちはサブチャンネルを開きます。这个频道主要内容呢是在做菜。最初はやっぱり熊本は東京みたいに便利ではないっていう感じなので、やっぱり自分でご飯を作らないと遠く外行けないじゃないですか。特にルーちゃん車運転できないんで、うん、どこにも行けないんですよね。あと文旦の仕事帰りはすごい遅いので、ほとんど帰る時間だと外はあまり店もやってないって。なので私もご飯作って帰り食べさせたいなっていう感じで始めようかなと思ってます。うん、まあ、特に最近コロナのね、うん、影響で外にも出られないし、あとコロナの関係で日本は結構いろんな商業施設とか閉まる時間がすごい早いなって。8時とかに全部閉まってるんですよ。そう、もともとはほとんど9時半とか10時だったんですけど、今は全部8時とか遅くても8時半になってますね。まあでもしょうがないんだけどね。あと年もあるんですけど、今年はもう25を超えてるので、やっぱり野菜を食べないとちょっと体が重くなってる状態なので。しかも最近るんちゃん揚げ物あんま食べたくないって言ってるしね。そう、昔揚げ物大好きだったんですよ。でもやっぱり日本のレストランは野菜とか少ないじゃん、そういうもの、ほとんど揚げ物とかが多くて、でもそれがちょっと自分の体に負担かけちゃうかなと思って、自分でご飯を作ろうと考えてます。うん、いいことはで始めました。正直に今のチャンネルでやろうかなと最初2人で考えたんですけど、やっぱり混ざっちゃうんじゃないですか。もう一個チャンネルをちゃんと作って、そこで私のモチベーションになるし、料理だけ見たい人はサブチャンネルだけ見ればいいですね。就是一个比较轻松的 vlog 的感觉在拍，因为我自己也是边做边学，所以就想说，与其是用那样教大家怎么做料理，不如是大家跟我的这个频道一起成长的感觉，看之后我说不定可以做出一整个满汉全席这样。今日は一本目の動画アップしたんですけど、文旦が卵焼きを教えてくれました。あ、そう。ルーちゃんは本当に料理初心者なの で今は自分の方が上手なので、ルーちゃんに逆に教える立場として出てます。あと結構みんなも文旦の卵焼き教えてほしいっていう動画撮ってほしいって言ってくれる人はたくさんいるんですよ。いや、俺の卵焼きマジうまいよ。ルーちゃんも美味しいって言ってくれたし、すごい美味しい、びっくりしたよ。最初はただ言ってるだけかなと思ったんですけど、実際食べたらめちゃくちゃうまいし、あとやり方がすごい慣れてます。大学時代ね、作れるもんがチャーハン、卵焼き、オムライス、卵料理ばっかりだったから、それルーちゃんにも教えてあげれたなと思って、これからこのサブチャンネルは私たちの料理初心者日記みたいな感じで一緒にね、なんか上達していったらいいかなと思って、皆さんもぜひ見守っていただければと思います。いや、最初はご飯も作れなかったぐらいなんですよ。べちょべちょかカタカタか普通がなかったんですよ。ご飯も失敗する人ってなかなかいないんじゃないですか。私みたいな人も作れる料理だったら、うん、もう皆様もぜひ作れると思うので、じゃあね、ルーちゃんもねすごい初心者なんで、ルーちゃんと一緒に勉強して皆さんも上手になって。でもね、やっぱり自分で作ったご飯は美味しい、作った甲斐があるって感じよね。まあ、あとルーちゃんが作ってくれるのを知ってるから、もうなんか家に帰る時も車でちょっとルンルン気分で、今日はルーちゃん何作ってんのかなって思いながら帰るのが楽しみです。あ、然后跟大家讲一件事。第一个影片是关于早餐定时。其实本来我是早上要做啊，可是因为我睡过头了，所以我们就变成晚上吃。あ、だからなんか晩ご飯なのに朝ご飯っぽかったんだ。でも美味しかったでしょ。まあ。那资讯我全部都放在下面的资讯栏，然后置顶留言会不会再贴一次，进去的人就可以看一下。然后就希望我的料理技术可以慢慢的往上，变成熊本小当家。好，大家拜拜，再见。拜拜。下次影片再见，拜拜。可以看资讯栏哦，拜拜。See you next time。拜拜。哎呦，我的刘海好像逗号哦。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。